今回は年の差婚に関係するスレを2つ紹介。短いですが、強烈です。2023年7月15日、21時19分。今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験スレ。娘が高校2年の時に、45歳のおっさん教師を連れてきて。私、高校辞めて〇〇先生と結婚する。と宣言されたのは本当に衝撃的すぎた。長男に、すげえな、父ちゃんが俺の同級生と結婚するようなもんじゃん。と言われて目が覚めたらしく、その後に結婚はなしになったけどね。妻が亡くなってから家事の負担が娘にばかりかかっていたため、結婚して逃げたかったらしい。俺と長男と次男で必死に謝って、それからなんとか家事を分担して許してもらえたよ。それから、娘は30歳の時に2つ下の人と結婚した。娘の旦那は、家事が好きで上手らしい。二人で協力したり分担したりしているうちに、初めて家事を楽しめるようになったそうだ。考えてみれば、娘が嫌な思いをしてきたのは父親である俺のせいなんだよな。とにかく、あの時の結婚が実現しなくてよかったと思っている。長男さんの一言が良かったですね。教師なのに、30歳近く年下の世間知らずな子供と結婚しようって、どれだけ頭が足りない人なんだかわからん。それにしても、女の子だってだけで家事を丸投げに近い状態にしていても、何にも気にしなかったとしか思えない父息子3人にも問題があったよね。そちらにも衝撃受けるよ。本当にあなたの言う通りです。もっと早く、娘を辛い目に遭わせていたことに気づくべきだったと思っています。気づかないままよりはマシなのかもしれませんが、娘に縁を切られてもおかしくない状況でしたからね。娘さんはまだ若気の至りかもしれんが、それにホイホイ乗っかる教師がやばい。2017年11月18日、0時30分、何を書いても構いませんのですれ。私は23の時、バイト先で知り合った48の男性と結婚した。授かり婚だったけど幸せだった。父親にはいつも姉と比べられててきつかったし、初めて男性に優しくされたり、可愛いってチヤホヤされて舞い上がってしまった。けど、親族顔合わせの時から態度が変わった。どうやら、姉に旦那が惚れたらしく、義両親も私より姉の方が可愛い、息子ちゃんにお似合いとか言われた。何度目かの集まりの時、とめが、姉さん独身なんですって?うちの子どう?年齢的にちょうどいいし。と言い、旦那もニヤニヤしながら姉見てる。母は困惑しながらも、冗談すぎますよ。特徴、父は無表情。突然姉が、冗談でしょ?どこがちょうどいいのか理解できない。10にも上とかおじさんじゃん。タバコ臭いし、この位置からも思想のうろうの匂いする人としか結婚できないなら、独身でいいです。私の方を見て、妹も妊娠さえしてなかったら結婚してないでしょ?え、違うの?姉の中では、私が避妊に失敗して、仕方なしに産む決心をしたんだと思っていたようで、固まる空気に父親が爆笑して、お前も結婚やめちまえ。っていう始末。結局、私が旦那と義両親をなだめてなんとか結婚したけど、その後、姉も結婚。父と同じ会社で、専務の息子だった。何かのパーティーで出会って、向こうからの猛アタックで姉より年下。父もこれが理由がわからないけど昇進。今は、私が旦那に、お姉ちゃんの旦那はあなたより14も年下なのに、年収が倍なの?話が合わなくて会話が成り立たない、辛い。夜を求められても、じじいうざい、って言ってる。でも、今さら離婚して独り身になって生活できないし、どうしよう。旦那有責で死んでくんないかなって思ってる。だいぶじじいだけど、あと15年ぐらい生きそう。デスノート欲しい。私も今の結婚やめて家にいたら、同年代と運命的な出会いしてたのかな?やめてたらよかったね。そんなのと結婚したくせに今さら。お父さんが昇進した理由もわからないのか。そのじじい以外は無理だったんじゃないの?正直私は可愛くないですし、昔からぽっちゃりしてますし、掃除も料理も苦手でしたが、今はちゃんとしてます。当時は、旦那との結婚しか頭にありませんでした。子供は可愛いけど、あの時別の道を選んでいたらと考えてしまう。バカだと思いつつ、お姉ちゃんずるいという気持ちが拭えません。父の昇進は、姉のコネぐらいしか思い浮かばない。デブスオツ。夫婦仲が悪いのは子供に悪影響だから、離婚して経済的に自立すれば?どうでもいいけど、姉は別にずるくないだろ。他はほんとどうでもいい。聖書に、自分が蒔いた種を刈り取る、という教えがあるけど、意味わかるかな?いい結果だろうと悪い結果だろうと、自分で決めて動いた結果が今なのよ。嫌なら一度さらちにして、もう一度種をまくしかないよ。どうやっても、もう旦那に気持ち戻らないでしょ。死んでほしいと思ってるくらいだし。私はアル中と離婚して、お酒飲めない人と再婚して今は平和。結婚した後に間違いだったと気がついたなら、今の人とやり直すか、他の人とやり直すか、一人で生きていくか、それとも自殺するか、の4択。
どれを選んでも苦しいし、大変だよ。どうせ大変なら、少しでも幸せになれそうな道を選ぶしかない。ありがとうございます。確かに結婚して数年は劣化もなく、私自身出産や慣れない家事などに戸惑ったり、義両親との人間関係などに追われて、やっと落ち着いた時には、旦那は娘のパパではなく、おじいちゃんと呼ばれるような感じになっていたんです。もともと私は、気管支や鼻が悪くブーブー言ってしまうし、鼻も悪くて主人の口臭タバコに気づきませんでした。正直、こんなに早くじじい臭くなるなんて、裏切られた感じです。スレミンさんは、資格を持ってたり高校卒業されたりしてますか？私は当時中卒で、ウェイターしてたので資格もありません。旦那と出会って、そのまま結婚して専業主婦になったので、今更働くことは難しい気がして。34でウェイターはありですか？面接もしましたが、やはり落とされます。身動きが全く取れません。子供は軽度ですが障害があるので、子を残して死ぬのは考えられません。この際、二人で死ぬか。34歳ウェイターはバイトならあり。昼間のファミレスなんて、アラサーアラフォーのおばちゃんたちが切り盛りしてるよ。ドトールとかも主婦バイトめっちゃ多い。でもあなたの場合、根本からいろいろ足りない人だなぁという感じがする。とりあえず高卒認定取ってみては？障害ある子供抱えて、シングルは大変だろうけど、その夫と義実家は荷物にしかならんから、捨てる方向で人生考え直した方がいいよ。